日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなり。あの、先週は休みでね、ナンバーガールさんのオールナイトニッポンやってましたけども、へいへい、向井修徳さん、お弁当にグーって言ってくれてたんですよね。すっごい嬉しかったな。そこは変わらないんだね、スポンサーさんは。いや、これがだから、あれですよね、本当に向井修徳さんがそれをもともと知ってくれていたのか、うん、もしくはスタッフがなんかそういう風に言ってますよって言ったのか、うん、もしくは俺と感覚が合うかだよね。この3パターンになるよね。まあそうだね、うん、ここはでも弁当にガーってあげたいってい う,、うん、うところありますからね。うん、うん、それはそうだね。まあちょっとそれはでも分かんないんだもんね、うん、はいはいはい、謎のままで、うん、なんかかっこいい大人、まあおじさんというか、あの、うん、もうそういえば超代表格だよね、うん、なんでだろう、なんかでずっと、うん、そうだもんね、あのメガネのスタイルとさ、うん、髪型と、うん、いや俺さ、あの場所は言えないけどさ、うん、ほんと健康サンダル履いて自転車こいでさ、うん、あのネギをさ、うん、あのスーパーで買ってさ、うん、もうそのまま向井修徳のまま自転車こいでんの見たことあんのよ。昔の家の近くなんだけど、あーそう、ラーメンを作るのに凝ってたはずなの、その頃家で。そのための買い出しだったんじゃないかな。家でラーメンを一から作る、出汁、うん、から作るとかの人ってかっこいいよな、やっぱりな。かっこいいね。あ、こだわる。あ、うん、あ、確かにな。でも、うん、そういう人もいるもんな、やっぱ料理とか、うん、なんだろう、なんかかっこいいね、向井修徳さんって。うん、うん、確かにそうだね。若ぶってもないからか。いや、そうなんじゃない、なんかこう、あえてなんかね、寄ってないというか、はい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 、うん、やっぱそのまま、やっぱそこは大事だよね。なるほど、あの若者によるか寄らないかのところね。そうだね、うん、そこは気づかなかったりするよな、自分では。もう春日はないでしょ、だってもともとだって若い時から若いファッションしてないんだから。いや、そうね、私はないけど、でもほらね、そっちになっちゃってるっていうのも気づかない、自分が。でもお前ね、本当にね、うん、あの特に日向坂とやってる時だけど、うん、お前本当に、うん、怪我しないようにねが多い。それは別にいいじゃん。それは今の話とは。それはもうおじさん、単純シンプルなおじさんの。でもおじさん、なんか若い時おじさんが怪我するなよって言った時、思ってたらしねえよって思ってたでしょ。うん、どうやってどうしたら怪我すんだよこれでよと思ってたけど。思ってたでしょ。うん、いや確かにカメラ止まるたびに言ってるよ。じゃあ俺、じゃあ本番中も言うのよ、それで止まる時も。だから俺、うん、なんか怪我しねえ、しないでね、まあ、うん、俺だって怪我しないでほしいよ、その全部の現場で誰であれ。そうだね。だけど多いのよ春日が、怪我しないようにね。怪我しないようにな。ねかなが、こう、交互に来るんだけど、怪我しないようにな、うん、怪我しないようにね、うん、多いなって思ってるから、俺本番でさ、うん、怪我しても構わないぐらいやってくださいって言っちゃってさ。どういう反動なの。それでなんか バランスを取ってくれてるんだよね。そうそうそう、うん。怪我する気持ちでやってくださいって。現場の怪我しない、逆にバランス取るために。絶対言っちゃいけないこと言っちゃって、俺は前ゼロになって。あ、そんなことしてくれてたのね。いや、やっぱり言っちゃうよね。言っちゃう。なんか、うん、ね、いろいろ無理してというかさ、はい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 、頑張りすぎてさ、はい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 、怪我するみたいな、やっぱあるなと思って。はい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 、はい、うん、でもしないんだよな、ね、やっぱ若いから。しねえよな、やっぱり。あれ、なんなんだろうね、いつもなんか このラジオでも喋るけどな、うん、なんで怪我しないんだろうな。いや、やっぱりさ、瞬間の反射神経があるんだよ。する瞬間の。瞬間の？うん。だから我々はもう多分そこが、うん。もう、なんか、うん、もうちょっと納得かもしれないよね。いや、まあまあそうだね。だってさ、うん、
自転車が駐輪場にバーって並んでるところにダイブしてさ、ガッシャーって自転車が倒れてもさ、うん、怪我しないんだよ。変じゃない？学ランに何かあるのか、そういうなんか。そう、クッション。クッション、吸収力が。それは学ラン着たパターンと、裸でやるのと二つ検証しないと、同じ人で。絶対怪我するんじゃん、今、自転車のとこにダイブなんてしたら。怪我するよ。うん。なんでなんだろうな。やっぱり、想像力がないっていうのがいいんだと思うよ。怪我するかもしれないと思ってやるやつとさ、怪我するかと思ってると、同じことやるにしても、やっぱ怪我するかと思ってるやつは怪我しないんだよね。と思うんだよ。わかんないけど。あ、まあ、あと単純に体重が増えてんのか。うん、体重の増えたやつ。高校の時と比べるとさ、うん、何キロぐらい体重増えてる？12キロぐらい増えてるね。春日でも12キロ増えてない、こんな鍛えてんのに。うん。まあ、鍛えてるからこそか。高校から20歳、20、30ぐらいまでずっと72キロぐらいだったから。うん。今もう8、5とか6ぐらいあるんじゃないかな。俺も10、ちょうど10キロ増えてる。58キロだったから。いや、やそれはあるかも、ね。高校の時は。体重の重さとやって、やっぱりその関節の、が硬く人体とか。確かに58キロになってたら、また違うかもな。ああ、でも10キロやっぱでかいよね。そうだよね。うん、ほら、武道館ライブの時ドロップキックしなきゃいけなかったからさ、うん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 、これいつもドロップキックしなきゃいけなかったからさ、って話すと、うん、なんだその仕事ってみんなに言われるんだけど、うん、でも本当そうだったよね。まあそうだ、あれはドロップキックなかったから。62キロぐらいになってたのよ、あの時。うん、減量してて、ドロップキックして膝壊さないために。うん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 、だから思ったもんね、ジャンプしてる瞬間に、うん、あれずいぶんずっと飛んでるな空中をって、あ、感覚がもう変わるぐらい。6キロってそのぐらいの差があるんだね。でもそうかもね、数字にしたらそうでもないかもしれないけど。でなんか聞いたらほら、山田ボディ、松竹の、俺は明日の足りない2人で膝のテーピングしてもらって、うん、それ春日から紹介してもらったんだけど、うん、で春日はストレッチね、エアロビの、そうね、でエアロビの後もさ、ストレッチしてるじゃん、やってもらってますよ。それをさ、山田ボディにさ、俺今さ、腰直してもらうのと、あとボクシング習ってんのよ、山田ボディに。ああ、もともとボクサーだからね。そうそうそう、ボクサーだから、で習ってんだけど、春日ってエアロビ終わったのに、なんでまだ柔らかくなろうとして山田ボディとか通ってんのって聞いたら、うんうん、お前すごいな、プロフェッショナルだな。何がよ。なんか体張るとき怪我しないために山田ボディのところでストレッチ通ってんだってな。まあそうだね、やっぱ体柔らかいってでかいなってやっぱ思って、エアロビ怪我しないに当たって、なんかの時にこう股開いた時にこうバキっていかないとかさ。なるほどね。なんかこうね、受け身取る時に、はい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 、角度がよりこのなり、はい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 、怪我しない角度に、持っていけるとかも、瞬間瞬間どこのどうとはなかなか言えないけど、体の柔らかさ、体柔らかいことに越したことはないなと思ったね。それでもうアスリートとして仕事してるよね。だからなあ、でもボディケアに関してはやっぱアスリート、なるほど。波かもね。なるほど。うん。やっぱ体ね、張ってなんか、ね。で、どっちみち海に落ちた方がいいとか、って時に、川に落ちた方がいいっていう時とかに怪我しないの、その方がな。そうだね。うん。あと、やっぱり、その、何か瞬間的にこれはこっちの方が、受けるみたいなのあるじゃん。なんかこう。はいはい、はい、はい、わかるよ、わかる。倒れた方がとか、なんか落ちたり飛び込んだ下が受けるってなった時に、はい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 。その時にやっぱり、あ、ストレッチやってるから、大丈夫だっていうね、瞬間的な判断の時、はいはいはい、やってなかったらちょっといけないかもしれないって思っちゃうかもしれないとかね、なるほどね、ストレッチやってるから大丈夫っつって、そういうことか、瞬間的な一瞬の判断よね、そういうことか、うん、だからなんかNFL クラブに佐野プロデューサーっていう名物プロデューサーがいいんだけど、子供のフラッグフットボールを見に行ってた時に、子供同士がキャッチボールしてる、その楕円形じゃん、アメフトのボールって、ボールが足元に転がってきたんだって、はいはい、バウンドしてるから、取ってあげて投げ返してあげようと思って、だから予期せぬとこにバウンドするじゃん。楕円形だから。だから予期せぬとこにバウンドして、あ、こっちバウンドしたと思って足踏み出したら肉離れしたっつって。うわぁ、おじさん。
ジジイだな。でも里光もあのフットサルでね、肉離れとかしょっちゅうやってるよね。うん、やだから夢中になってやっちゃうんだよね。そうだね。山田ボディのとこ帰った方がいいね。そうだね、里光もね。うん、うん、いやだからやっぱり感覚的には。うん、そんなに違うんですよ。体がついていけないってことでしょ、その。脳みそは、だから、あの、高校の時のままだからね。うん、だから、あの、運動会のさ、うん、その、おっさんがこけるのもそういうことでしょ。なる、若い時のままの動き感覚は。完全に、脳は、ついてってるけど、うん、足がついてってないっていう転び方するもんね。そうだね。あ、うん、あんな転び方はさ、うん、その、学生時代の時しないじゃない。しない。あんな前つんのめって。あとね、OB が、たまに来て、うん、向きになって、なんかちょっと、なんか、紅白戦とか入ってくんだけど、うん、あの転び方して、出てけ早くと思ってた、うん、俺がおじさんになって、あの転び方絶対しないって思ってたけど、そうですね。するするする。あ、まあ、体が衰えてるからね。ああ、なるほど。そういうことね。いや、そういうことなんじゃない？ああ。うん。そう、山田ボディ。山田ボディがほら、吉祥寺の方じゃない、うん、治療院が。そうそうそう。だから仕事終わってさ、ボクシング習いに来るさ、うん、あの、向かってたけど、うん、早めに着いてさ、うん、時間あってさ、うん、あ、そういえば今日全然飯食ってねえってことに気づいたんだよ。そしたらさ、井の頭公園のさ、うん、手前にさ、うん、伊勢屋っていうさ、ね、焼き鳥屋あんじゃん。うんうん、そこ一人でふらーって入っててさ、うん、おー、いいね、最高だね。焼き鳥3本と、うん、冷やしトマトと、うん、ポテトサラダ、うん、つまんでたのよ。うん、いいね、あのさ、うん、いや、俺はわかんないんだけど、自分では。うんうんうん、俺ってかっこいいのかな？あ、なんかその、いや、俺わかんないから逆にちょっと聞きたいんだけど、一人で焼き鳥屋伊勢屋入ってって、他学生とかこう、会社終わりの人がバーって飲んでて、わガヤガヤしてるところに一人でポテサラと冷やしトマト食べてたんだけど、うん、俺わかんないから聞きたいんだけど、かっこいいのかな？いや、かっこいい、かっこよくはないんだけど。あ、かっこは、それだったら、それだったら全然いいんだけど。うん、それだったら全然いいんだけど。まあまあまあ、確認したかっただけだから。ああ、そうそうそう。そうそうそう。そうなんだよな。まあ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 。まあまあ、そうだな。うん。かっこ、かっこいいのかもな。あ、そうなの？俺はわかんないんだけど。いや、わかんない、それも。見てないから。普通の一人飲みのおじさんちゃおじさんだし、年齢的にも。その現場見てないから、なんとも言えないけどな。ああ、そうか、そうか。うん、あ、じゃあ、俺もわかんないから、うん、ちょっと聞いただけなんだけど。まあまあまあ、まあ、で、それで、うん、誕生日がさ、あったからさ、うん、いろいろプレゼントいただいてさ、うん、嬉しい、うん、まあ、一週間を過ごしてるんだけどさ、はいはいはい、オドぜひのスタッフさんにさ、うん、G-SHOCK、うん、もらったのよ。うん、でそれも、うん、俺が、なんか高校に時にしてた、で、丸っこいごっつい G-SHOCK あるじゃん。うんうん、いわゆる G-SHOCK ね。いわゆる G-SHOCK だよね、あれが。あれさ、なんか、うんうん、春日がしてたさ、うん、もともと透明だったんだっけ？ん？まあ、まあな、うん。春日が G-SHOCK してたじゃん、高校の時。してた、してたよ。白だっけ？透明なんだっけ？ああ、透明、いや、高校の時透明かな？違うな。うん。ああ、何個かしてたよ、何種類か。あ、お前、G-SHOCK マニアなんだ。いや、マニアってことないけど、うん。最初にしたのは。エミネムみたいな、G-SHOCK マニアなんだ。うん、エミネムがそうなのかしら。あ、そうなの？いや、迷彩のやつをしてて。してた！それを若林さんが、ベランダから校庭に投げたんだよね。で、それはだって、うん、めちゃくちゃ衝撃に強いってお前が言ってくるから。そう、言ってるから、合意よ。で、それで俺、うん、じゃあ今、こう、ベランダで話してて、うん、で、その時はまだ、その、まあ、辞職は知ってたけど、うん、辞職を持てるやつは限られてるぐらい。うん、だから、チヤホヤされてるから、迷彩の辞職してたわ。してた、してた。うん。で、衝撃に強いんだよ、つって言ってたからさ。こっから投げても大丈夫なのみたいな。いや、言ってた。ああ、全然大丈夫だね、つって。だから言うから、うん、ベランダから、だから3回あれ、うん、こう、うん、3回ぐらい。から中庭に向けて投げたね。投げたね、うん。それにしてももう何ターンかあるかなと思ったね、あの時そういえば。ああ。うん、投げるまでが早かったなと思ってた。衝撃強いんだ。ああ、そうなんだ。でもう、うん、もう投げてたぐらいだったからな。やっぱり、うん、ノーモーションの方が面白いと思ってるからね。まあね。うん。いや、そうなんだ。投げてもいいとかがあるかなと思ったのよ。そしたら投げない方になっちゃうから。で、投げろやになっちゃうから、ね、うん。投げるんだったらもう、
本人が思うより先に投げてないと。本当に、マジで、ああ、そうなん、そう、そうぐらいでも投げてたからね。内野手の腕の振りでね。あの、ピッチャーの腕の振りじゃなくてね。ピュッて横からね、ゴロさばいて、こう横ピューピュー投げたからね。こう投げあ、早いなとやっぱ思って、その時は。で、まあ、ピューって、校舎の三角から打って、中庭のアスファルトのところで、パン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 ってなって、あれでも大丈夫なのつって言って、春日がこう、校舎降りて、こう取りに行くわけ、自分の自転車を。そうだ、で、俺は見てたよ、ちゃんと。他のやつが持ってかないのに、高価なものですから。うん、で、聞いたよ、ベランダが。うん、おい大丈夫だったかーって。遠いな、ずいぶん。うん。だから、あの、G-SHOCK 振りながら、うん、大丈夫ですよーって。無事をね、うんうん、よかったですね、うん、そんな遠くないけどねそんなに遠くはなかったけど、うんうん、そうね、そうそう、うん、で、そんなんがあってそれはしてた、そっちからこっちは行けるんですかって、うんうん、行けますよって、うん、じゃあお願いしますって言って、うん、俺の方に向かって、うん、ピャッ投げてきたら、うん、あの、俺、あの、一切取る、素振りしないで、うん、後ろのあの、校舎のガラスにガチャンだったって。うん、大丈夫でしたよーって言ってね。うん、これが日大に銀行の G-SHOCK 話としてね、古典として語り継ぐ。効果にもなったんだっけメロディつけてもらったかもしれないね。うん、先生に、うんうん。で、それも、だからそれは、ね。丈夫な辞職、うん、風さえてだよね。最初の一行目が。そうだね。明細してて、明細をしてた、透明みたいなのもしてなかったっけ、透明もして、それはなんか大、卒業した後じゃないかな。え、そうだったっけ、透明はだって買えなかったんだもん。あの、イルカクジラ限定のやつだから。何それ、イルカクジラ限定って。イルカクジラ国際会議みたいなのがあってさ、それのイルクジモデルっつって、当時めちゃめちゃ人気だったの、透明の。何その話、なんでそんなおかしい、何その話、ね、ちょっと待ってね、うん、関係ないじゃん。で、関係。イルクジモデル。いや、でもそれは、うん、貴重というか、なかなかないし、うん、透明の、その、側もさ、うん、そのね、うん、数字、その時計の側と、ベルトも、全部透明、うん、透明で、うんうんうん、で、その、ベルトのところに、うん、なんかインターナショナルなんちゃらかんちゃらみたいなんで、うん、マークも、うん、クジラがこうなんか、ジャンプしてるみたいな、うん、マーク入って。関係ないじゃん。関係ないってことなんだよ。関係。イルカクジラ会議。もう参加はしてない。参加してないんでしょ、してないけど、日本側からの話としてね。うん。でも、ね、うん、その G-SHOCK が、うん、なんか限定モデルみたいな。なるほど。海とかでも全然 OK って感じのやつなんだろうな。そうだね。また透明で。それが透明で、透明は、透明で、うん、長年使い込みすぎて、うん、結局最後、うん、黄色になったんだよね。黄色になった。うん、なんかその紫外線。ゴムがね、変色して。変色、ゴムの変色を通り越えた、うん、もう、透けてなかったんだから。黄色の辞職なやつ。黄色の、まだ、うん、実家なんじゃないかな。あれ、限定モデルらしいね。春日モデルって言われてて。通称ね。劣化したゴムの黄色の質感のやつで。時間がだったら春日モデルっていうね。そうそう。で、みんななんか丸い、あの、ごついやつを、うん、あの、買ってたんだけど、うん、俺は、うん、一番初期モデルの1980何年に出た四角い、角張ったモデルを俺、俺、うん、初代のモデルを俺はしてたの。うん、それは一人だけだったの。確かに。うん、俺、かっこいいのかな？いや、これ確認だから分かんなくて。うんうん、みんな、どうなの？別にかっこよくないでしょ？だって、うん、してる人がいるから、売り出され続けてるわけで、まあ。それが、その形が好きっていう人もいるから。俺はちっちゃいあの四角いやつ、うん、で、オドぜひにもらったモデルが、その形と同じやつだったから、つけてたら、うわ、懐かしいと思って、なんか、いろいろ蘇ってきて、これして学ラン着てたわーと思って、あの古い形、一番四角い。みん、どうなの？俺わかんないんだけど、みんながほら、その新しいモデルのこぞって買ってた中、一番古いのしてたじゃない。まあ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 。別にかっこよくないよね。
かっこいい。俺全然かっこよくないと思うんだけど。じゃあかっこよくない。ああ、じゃあ、うん、自分でね、そうやってかっこよくないと思うんだ。全然、うんうん、周りと会っててよかった。俺もそう思うか。別にかっこいいことじゃないと思う。うん、ただ好きでしてるだけ、うん。まあまあまあね、うん。新しいやつしてる人のかっこいいしね。まあ、春日の明細はダサかったけど。いや、ダサいって言うなら散々投げたり、なんだかんだしてんのに。投げたり埋めたり踏んだりいろいろしてんだからさ。まあね、ありましたよ。ありましたよね。そうね。普通は丸いやつですよ。はいはいはい、はい、うん。よくあるの。はいはいはい。うん、いや、懐かしいなっていうのを、うん、思い出したんだよね、それをね。うんうんうん、いや、思い出す、その当時のものはね。ああ、思い出すよね。うん、そういえば、春日さんがなんか、仕事が、要するに、うん、テレビ出演本数1位を取るために、うんうん、とにかく、働いてるね。いやー、だから D ちゃんが入れてくれてるよね。やっぱり、それは何、うんうん、もう今年しかないっていう年齢的にっていうところあるわけまあまあ、そうだね。チャンスだって今年が、ね。すごい出てるらしい。スケジュールもすごいもん、うん、見てたら、いやいや、そうだね。うん。うん、まあ、ありがたい話よ。うん。うん、まあ、効率いいというか、前も話したけどね。うん、一日でその生中継二つあったりとかさ。うん。うん、する感じよね。だから、できればそういう感じで。なるほど、なるほど。入れてもらえて、一日一本とかじゃなくて。はいはいはい。三本とかね。四本とか。もう、どうだろう。うん、本当に M12008 の次の年ぐらい仕事してんじゃない？いや、これではもう1位取りたいね。そうやしてるなら。いや、1位取りたいよ。うん。あとだから2ヶ月ぐらいだけど。なんかメール来てたもんね。なんかちゃんとした測り方の、なんか、うん、あ、そう。これいいのかな、読んで。あんま良くないのかな。ああ、ルールというか、基準みたいな。読んでいいってこと？じゃあ、ああ。うん。だから名前とか読まなければいいよね。うん、これね、会社行っていい？これ。日本モニターさんっていうとこから、うん、メール来て、うん、件名が番組出演本数ランキングを集計している日本モニターのものです。オードリーのお二人、スタッフの皆様、初めてご連絡します、うん。番組出演本数ランキングを集計している会社、うん、日本モニターのニラサワと申します。うん、名前言っちゃった。大丈夫、うん、急に名前言っちゃった。流れで、うん、春日さんが今年ランキング1位を意識されているとのことで、うん、8月13日放送内のお二人が疑問に思われた点について、カウントの調査対象が在京キー局で放送された番組なんだって、うん、でこのうちカウントされない番組が再放送、うん、再編集、総集編なんだって。ああ、まあまあそれはね、ってなるとさ、うんうん、総集編はさ、うん、あれだね、分かった。結構春日にとっちゃ、うんうん、じゃあ一本取らせてくれって思うね。そうか。一位取りたいなら。総集編になったらもう丸ごとダメなのかな。新しく、ね、スクール革命よ、そうだよ。パッて思いついたの、うん。スクールでもさ、総集編だけどさ、うん、取るじゃん。その V 振りとかは。うん、ね、うん、見てみましょうみたいな。とか、うん、あともう一個チャレンジその場でさ、うん、したりとかする、うん。あれも総集編に入っちゃうのかな。それは、もしかしたら一本として数えてくれんじゃないの。どうで、これはだって1時間番組の、例えば中継5分に出てたらやっぱカウントされるんだ。一本になるんだ。一本になる。おー、いいね。だから、うん、総集編の前振り、後振りは、一本になるんじゃないの、うん、なるのか。まあ、丸ごとその V。わかんないけど。そうだね。うん。ちょっとその辺も、もうちょっと。ナレーション出演が、カウントされないから、ほら。あ、やってんじゃん、なんとか、キセル旅だっけ？いやいやいや。キセル旅もやってないし、うん、やってたそのスマイルスキップね。あ、スマイルスキップ。あれも終わっちゃってるから。あ、終わったの？不祥事ね、お前のあれで。いや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 。それは関係ないから。空港でなんか切れちゃって。いやいや、それは違うよ。違う人、うん。それは、うん、うん。伝説の投手だからさ、それはさ、はいはいはい。私じゃない、もう2年ぐらい前に、終わってるからね。ああ、そう。うん、残念ながら終了してますから。ナレーション結構やるじゃん、だって。入ってないんだよ。ナレーション。いや、そんなんだ。あ、この間やったな。うん、ナレーション。スッキリだ。スッキリの天の子やったわ。ああ。うわ、あれ入ってねえのか、朝早く行ったのに。だから、あの、毎年言ってんだけど、うん、山里さんが天の子入れたら1位なんじゃないか説っていうのすっごいあんだよね。そうか。そう。だってそうだろ。だって、うん、ただでさえランクインしてんのに、うん、
月目でやってんだから、うん、それ山ちゃんの全部入れたらそら1位になっちゃうよね。いやそうだね、跳ね上がるね数が。テレビショッピングもカウントされないからあれ、うん、残念だな。桑畑小原さんとやってるやつ、ね、いや やってないって。なんだっけ、日テレのやつでしょ。うんうん、あれってこそ、いやあれじゃない、生島博さんだって間違えちゃった。生島博さんと間違えちゃった。ごめんなさい、うん、すみません。あーでもあの VTR 出演だからゲストの仲良しとかはカウントされんだって。だからさ、うん、ほらよあれ出れ、あれいっぱい出ればいいじゃん。うん、ほら、うん、おしゃれ、おしゃれクリップ、おしゃれクリップ、うん、おしゃれクリップも芸能人の友達さいっぱいいんだからさ、おしゃれクリップのあの友達としてのコメントあれいっぱいやれよ。そしたら数稼げるじゃない。いやうん、それさ春菜くんじゃないんだからさ、ハリセンボンのさ無理だろうよ。うん、唯一で言うのはフワちゃんが出た時ぐらいだよ。できんの。一人。あ、そうか。いや、それ、そういう、だから効率のいい、うん、増やし方したいんだよね。あで一番嫌なのが、あのまあ、気づいたんだけど、一番これなんだかなって思うのが、V に、ロケ V を、スタジオで見るっていう、てめえの。一本は一本だからか。一本になっちゃうから、それ。ロケ V の日でもう稼働してるし、スタジオにも行かなきゃいけないから、なるほど。2日稼働してんのに1位だから、どっちかにしてほしいのよ。なるほど。誰かの V を見る。2本でもう1本になっちゃうんだ。なぎらさんが歌うよ、それ。うん、ちょっと歌ってみて、ちょっと。俺の歌詞に肉付けして歌ってみて。難しいな。あの歌結構難しいんだ。うん、すごい上手いことずーっと言ってくやつなんだからさ。ちょっと俺の今の歌詞に、うん、俺はそこしかわかんないから、肉付けして歌ってみて、ちょっと。え？うん。日本でも一本、うん、三本でも二本。あ、そうか、その一本はね。四本でも三本。その一本の V とね。五本でも四本。全部一緒じゃねえか、お前。まあ、誰もそうじゃん。怖い歌だよ。怖い歌。だから、ヒルナンデスでロケ行って、うん、スタジオで見るなら、うん、スタジオで見る時間、うん、ポップアップに出させてってことね。ポップアップおよび昼帯ね。いや、そんなわけない。裏は何やってんだっけ。いやいや、でも、ヒルナンデスの裏は。ヒルナンデスの裏は何が、ヒルナンデスの時間の裏番組って何、うん、他の番組、他の番組。昼帯と、うん、そのポップアップでしょ、うん、あと昼飯旅か。うん、テレ東だとね。でもそうか、うん、それは被っちゃいけないから。被っちゃいけないから無理なん、それは。なんか別の収録とか仕事させてってこと。でも、これは、うんうん、ナンバーさんに頼んだら、スタジオ大丈夫よって言われるんじゃない。いや、だからスタジオは痛いのよ。スタジオに痛いんだ。痛い。ロケをやめたいってこと、ね。だから、ヒルナンデスでロケに行く、うん、ロケを抑えれば、うん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 、ヒルナンデスでロケに行く日を別の、うん、あね、番組のロケにすれば、はあはあはあ、その2本ってなんだから、あれこそだから2本でも1本なんだよね。はいはいはい。ロケ V も。そういうことだよね。それを、てめえのロケ V をスタジオで見るっていうのは。え、新しく始まるさ、うん、川島さんとのレギュラーの番組はさ、うん、あれはスタジオあるの、うん、スタジオはない。ないんだ。ないんだ、ね。じゃあいいんだよね、春日的には。もう最高よ。ああ。うん。でも昼なんでスタッフ気悪いわ。でも確かに春日はスタジオにいた方が、盛り上がる企画は多いと思う。やっぱ体とか使うから。で、ロケを、だから、これ、うん、つまり、直談判しに行くしかない、別の方に行ってもらうと。で、俺と、うん、例えば松本明子さんと、うん、もう一人ってなって、やっぱり、南原さんしかいないから、南原さんの楽屋やって、すいません、僕、どうしても1位になりたくて、南原さん、ちょっと、下半期、年末まででいいんで、うん、ドケチたい、行ってもらえないですかって、頼むしかないんじゃない？まあ、そしたら、そしたらその周りの人に怒られると思う。いや、そりゃそうでしょ。うん。うん。南原さん優しいから怒んないと思うけど。怒んないよ。うん。うん。田村さんに、そのうちのさ、岡田マネージャーが詰められるってことだよ。私が直接言うよ。お前どういうことだっつって。
うん、いやさ、岡田といえばさ、うん、なんかさ、もう俺さ、もうさ、あいつさ、うんうん、めっちゃ腹立つんだけどさまだまだある、腹立つ。いや、佐渡のさ、ロケ行ったって、もう今週ヒルナンデスでさ、南原さんと二人旅したの、うんうん、めちゃくちゃ楽しかったんだけど、うんうんうん、その佐渡の旅館の温泉がすごかったのよ、うん、で、おかみが説明してくれてさ、湯の花ってあるじゃん、湯の花も体に塗るとさらにこう、はい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 、で行ってみたら、もの夏だろう、すごく佐渡の温泉って感じのさ、うん、露天風呂でさ、うんうん、いや、おかちゃんつって、次の日でもさすがに入ったよなつって言ったら、うん、部屋のシャワーで済ましました。そうだろ。いや、マジでビビったね。ちょっとこう、旅館から離れに行くような温泉だったね。ビビらない。もうだから特別感がものすごくあったってことでしょ、その。あった。他の、ま、温泉よりも。あったあったあった。佐渡の温泉だ。ああ。お母ちゃんのあれ、ま、という理由一緒なんでね、暑いからだ。ああ。試しもしないんだね、なんか。とりあえず試してみて。そう、情報としてさ、そうそうそう、うん、入れるじゃん。うん、だから、それもあるよね。で、ノーネクタイは、襟が汚れるから。うん、ネクタイする方が、8倍ぐらい、シャツの襟が汚れるんだっていう理由でしょ、うん、それで、うん、理由はいいけど、それはいい、それはまだいいんだよ。もう知ってたことだから、うん、あいつが温泉入らない。今日さ、うん、すごいさ、腹立つなぁと思ったのがさ、うん、俺とカスがさ、バックトゥーザフューチャーより面白い映画はないってよく言うじゃん。うん、面白さってことに関しては。はいはい、ない。ないでしょ、うん、それでね、バックトゥーザフューチャーの話になんかたまたまなって、楽屋で。でね、うん、若林さんとカスガさんがあまりにも言うんで、うん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 、見ました。あ、それはなんかいい、ね、うんうん。で言ってて、ね、うん、前話したっけかな、したら、うんうん、ワン見ました。えつって、うん、2はつったら、うん、いや、2は見てないっすねって。で、なんでつったら、うん、いや、1見て、うん、あ、こういうものかと思ったんで、2はいいかなと思いました。バックトゥーザフューチャーなんでさ、うん、1、2の、いや、そうよ。1、2の凄さじゃん。うん、1、2の話で。まあ、3も面白いけど、1、2の話で。まあ、そうだね。主に1、2だよね。え、これちょっと待って、みんなと感覚違うから、バックトゥーザフューチャーをワンでやめるやつなんて、ありえる？ありえない。だから、存在を知らなくても仮にね、2、うん、3の、うん。でもなんかもうワンでちょっと続きそうだな、みたいな。続くのが流れない。宇宙に浮いてビューンって飛んでる。伏線というかね、なんか謎が残ったまま終わるから、そうそうそう、あ、絶対これ、あ、2があるの知らなくてもね。そうそうそう。うん。2。で、1の伏線と2の伏線も、うん、で、できた伏線も回収するっていうやり方するじゃない、うん、?2 は。すごいよ、すごいよ。いや、なんか俺めっちゃ腹立ったんだよね。1見て、あ、こういうものかって思ったんで。もちろんだから岡田マネージャーは、うん、2の存在はもちろん知ってるんだよね、もう。そう。もう知らなかったやつってことはない、ね。3まであることを完全に知ってる。だから俺と春日の感性を信頼してないっていう表明でもあるじゃない。なるほどね。うん。確かにな。で、それがなんか、ついこの間だったらいいんだけど、うん、もう、1年ぐらい前だって。ワンだけ見て。え、うん、あ、そう。そう。いや、変わってるよなぁ。で、その、ワン見たら結局、あんま面白くなかったってこと？だから、ツーも見た。俺の前では、うん、なんか、あ、こういうものかって思ったんで、って言ったから、面白いと思ってない可能性あるよな。思ってないよ、ね。思ってたら、すぐツー見るみたいな、うん。っていうか、見てなかった人も、いや、面白かったっすね。って言うでしょ。うん、こういうもんかって、なんかその、見極めたみたいな。見極めたみたいな言い方しないんじゃない？そうだろ？面白かった。で、ワンってめっちゃ面白いよな。面白いよ。面白いよ。ワンも面白いし、その、ツーなんてさらにね。ねえ。面白いし、すげえ、すごいなって思うし。そうでしょ？いやー。でもやっぱ4だよな。また違った角度で面白いのが。4。うん。4。有村昆さんがさ、主役になって。フォーも結構面白いな。うん、まあまあ、フォーね。うん。そうだね。そうそう。デロリアン乗ってね。自前のデロリアン乗ってね。乗って。あんま日本じゃ流行んなかったけどね。フォーはね。あ、すげえ。
味じゃなかったのかな。何が好きなんだろう、それ一番面白い映画って何だろう。ラーメンだよ、ラーメン。いや映画よ、岡田マネージャーが一番面白い、もうこれも何回も見ましたみたいな映画、もうあるだろうね、一本ぐらい。まあ、それ何なの、ね、でもだから、あの人のすごいところやっぱ忖度しないところだよね。ああ、はいはい。あの、本当に、うん、あの、ずーっと見てた番組とか急に見なくなったりすんだよ。お今見てる番組何って、うんうん、ワンクールおきに聞いたりするの面白いんだよ。へえー。あれすっごい毎週見てると見てないんだって言ったら、うん、なんかちょっと 2,、うん、2週ぐらい、うん、あんまだなって企画続いたんで、うん、見なくなっちゃいましたみたいな、これがその巷の意見だなみたいな、うん、なんかその他のマネージャー俺たちに気使って、うん、俺たちの番組言ったりするじゃない、うん、はいはいはい、面白い番組、うんそうだね。そうでしょ、うん、だけど、それは一切ない。俺、オードリーの番組言ったことないから、お母ちゃんは。面白い番組ない。全然ハマってないじゃん。我々。そう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 。ああ、そう。ただ、今は、あの、霜降りがテレ朝でやってる番組が、もう、一番面白いです、ね。え、う、え、ん。って言ってたね。ああ、そう。ああ。じゃあ、まあ、それはなんかまあ。忖度なしに教えてくれるのが面白いから。ね、だから映画とか逆にどうなんだろうな。フローが熱いから、ね、意味がないんで、って、南原さんの前で言ってたからね。うわ南原さんがいるところで、え、入ってないのみたいな話したら、うん、どうしたどうしたみたいにスタッフさんになって、うん、タクシーが一緒だったんだ、そうだった。なんで、やっぱ暑いからって聞いたら、まあ暑いのだと意味がないんで。意味がないって何なんですか、あの、効能ってあるじゃない温泉、はいはいはい。で、俺は、じゃあ、うん、効能を信じてないってことでしょって聞いたの。俺はもうあいつの性格わかる。うん、したら、うん、あ、そうです。え、じゃあさ、うん、ロケでさ、温泉でさ、なんか何々に聞く、何々の聞くっていうのあるじゃない、うん、あの、この温泉は。あるよ。あれ全部嘘だと思ってるってこと、うん、いや、そうです。嘘っていうか、うん、なんか、別に誰も証拠がない、証明してないもんだなと思います。うん、だから、お湯、うん、シャワー浴びても、温泉も、同じなの。同じなの。で、意味がないと思って。じゃあ、例えば、うん、昨日俺温泉入ったことですっごい、ぐっすり眠れたんだけど、うん、気のせいってことって言ったら、うん、気のせいですねって言ってた。それは佐渡来て、南原さんといい旅して、心地よい疲れだからですって。なるほど。まあまあまあ、それもあるけど、うん、眠りの深さが温泉入ったからかなって思うんだけど、気のせいですね。気のせいですね。そこに温泉は別に関与してないってことなんだね。うん、俺のことなのに、あいつが気のせいって言ってきたからね。ああ、そう、まあでもそれしょうがないな。しょうがない。うん、温泉入ってなんかこうね、うん、怖いよ。それで新潟で美味しいラーメンあるのかってみんなでスタッフさんと話になったらぐわー入ってくるから、そこはそこは、うん、ラーメンやっぱね分野だから自分のそうそうそう、そらそうでしょうよ、うん、変なやつだよな。いやそうだね、でもちゃんと一個一個理由があんだね、うん、あいつはちゃんとしてるからね、うん、ロジックはね、なんとなくとかじゃなくて、うん、そうなんだ、でもそれもしょうがないわ、しょうがないよな、うーん、で、そうだ、ライブやります。オードリー 1H ネタライブ、10月16日日曜日。これ、まあ、ご時世もあって、2時間やりたいんだけれども、うん、まだちょっと1時間で空気の入れ替えしましょうか、ということになりました。うん、なので、ご了承くださいと。10月16日日曜日、一部が14時15分開場、15時開演。二部が17時15分開場、18時開演です。うん、会場はイーノホールでございます。チケット申し込みは、あ、今日のオールナイトニッポン終了後の3時からなんですって。で、9月30日の金曜日23時までの発売、抽選になるとのことです。はい、詳しくは K-ステージホームページで確認してください、うん、出演メンバーはまた追って発表していきたいと思います。まあ追ってっつってももう2週間ちょいか、もうそうね、ね、うん、ということでございます。はい、日礼プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン、この番組は美味しい瞬間を届けたい日礼、井出光興産、日本触媒、楽天カード、種の滝、AK レーシング、JA 全農、日本 FP 協会、昭和産業、AU 自分銀行、オリエンタル公募工業、
長州産業、ヤクルト、ベラジョン無料版、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本ではラジオを聞いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日に学べ。まあ9月20日が誕生日だったんですけど、うん、奥さんが、うん、あ、妻がって言わなきゃ。あ、いいね。うん、妻が、うん、プレゼントとして、アップルウォッチをプレゼントしてくれたんですよ。で、うん、それなんかアップルウォッチって、うん、まあ、里光がなんか見せびらかすようにしてるんだけども、アプローチって、なんか携帯がちっちゃくなって乗っかってるって考えでいいのって聞いたら、うん、まあ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 、うん、いいでしょうみたいに里光が、うん、まあ、見せびらかすようにしてるからって、うん、なんか心拍数とか測れたり、はい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 、寝てる間のなんかそういう酸素なんとかとかも調べられたりするから、うん、なんかこう、偏頭痛持ちだから、なんか寝てる間のなんか呼吸とか、なんか心拍数とかね、過呼吸とかになったことあるから、うん、出たりするなら、うん、いいねみたいな話をしてたのを覚えててくれてて、うん、でアップルウォッチを妻にね、うんうん、いい妻だね、うんうん、プレゼントしてもらったのよ、うん、でそれが火曜日だったから、うんうん、月曜のオドぜひの収録であの G-SHOCK をプレゼントしてもらって、うん、もう高校のね時の気分に本当に帰るような感じで名古屋からつけて帰ったんだけど、まあそれは一日でつけるのが終わっちゃったんだけども、うん、そっからはアップルウォッチになったんだけど、まあ仕方がないっていうか、まあ残念ではあるよ、ね。で、なんかでも家にあって置いとくで眺めながら、うん、うん、アイスティー飲むだけ心が落ち着くよね、やっぱり、ね。いろんな思いが詰まってる。それもね、やっぱり靴と同じように。うん、そうそう、うん、ものだから。はいはい、はい。うん、で、まあ、うん、誰にあげようかなって思ってんだけど、もう一応、取っとけやさいよ、それは。さすがに。本当に、渡した側は冗談にならないからね、探して、若林さん何かなって、ね、買ってきてくれてるから。いや、本当に良くない、こういうの。うん、あれは、ちょっとすごいと思った、隣で見てて。うん。G-SHOCK が。すごいセンスだと思った。しかも、うん、ごついやつじゃないとこが、うん、あれ、分かってくれてるよね、きっと。あれ、だから、うん、もう聞こうと思ったの、なんでそれにしたのって形を、うん。うん、だから若いね、いつものほら、ね、富田さんじゃない、いつも、うんうん。私も若林さんもね、うんうん、プレゼント選んでくれと、うんうん。じゃなくてね。うん、鈴木くんね、うん。うん。若いさ、ディレクターさんで。鈴木くんのセンスがいいんだよ、だから。あれだって、ほら、ラジオでチラッと言ったんだっけ。それを覚えててくれた、ね。でも初代と言ってない。初代とは言ってない。言ってないじゃん。うん。それで初代。え、だから林が、だからそのごついやつをして、うん、なんか、ゴリゴリの感じじゃないっていうのわかんじゃないの、鈴木くんは。ああ、そういうことなのかな。そうそう。で、だ助かって、うん、なんかね、毎年富田さんのプレゼントがちょっと滑り続けてたから。いや、そうだね。いや、謎なのよ、富田さんっていう、なんか結構年いく、はさ、キャリアのね、長いディレクターなんだけど、うん、東山動物園のイケメンゴリラのマークがついてる帽子とか、まあ、被ったけど、なんかちょうど良くて、うん、そんぐらいの帽子が俺には。あと、一回さ、うん、これ大丈夫なのかな、喋って。キャンプで使うさ、うん、なんかナイフ。
ああ、なんかもらってた。俺別に、キャンプするとも言ってないしさ、入門編の道具とかじゃなくて、なんかキャンプで結構、うん、なんか、キャンプしてる人が使う、うん、使えば使うほど油が木に、えの木に染み込んでいくみたいな、細い短刀みたいな、ナイフをさ、なんか俺さ、これなんか新幹線乗ってる時さ、うん、こんなもん持ち歩いて歩いていいのかな、タレントが持ち物検査されて、問題になんないのかなって、めっちゃヒヤヒヤしながら帰ったの、名古屋から。なんかいや、やつでたまたま持ち物検査されてさ、出てきたら嫌じゃん。うん、いや、さっき誕生日プレゼントでもらってっていうの、なんか嘘くさいしね。嘘くさいからさ、うん、なんかすごいさ、なんか、大丈夫かなと思いながら、はいはいはい、でも、G-SHOCK、あれめちゃめちゃ嬉しい。あれはすごいね。まあ、でも、まあ、火曜以降ずっとアプローチしてるんですけど。それ言わなくてもいいじゃん、別に。だとしてもよ。そう、報告しなくていいよ、それ。いや、でもまあ、もちろんする、G-SHOCK、はいはい、も。あの、その、水に濡れちゃいけないところとかも、行きますからね。うん。でね。うん。でね。なんか、うん、まあ、Apple っぽいなと思うんだけど、まあ、CM も絶対一緒来ねえだろうから言うけど、うん、なんか、その何、何、うん、ヘルスタイムか、なんか睡眠、なんか、毎日の睡眠をさ、うん、何時に寝て規則正しい生活をしろってことなのかな、なんか、設定しとるのよ、向こうが勝手に、Apple Watch に。どういうこと？何時に寝て、何時に、で、わかんないじゃん、もう多すぎて、機能が。だから、なんだろうな、なんなんだろう、なんか勝手に俺が12時に寝て7時に起きることになってんのよ。で、目標睡眠時間とかみたいのがなんか設定されてて、うん、いやその悪いけど、うん、若林やってる期間はアップルより若林の方が長いからなって思って、まあね、何お前が俺のなんか毎日を規則正しくしようとしてきてんだよと思って。おう、それで俺なんか、それとアラームを使ってたから、スマホ、その、連動してるから、わかんないんだよ、うん、細かいことは俺は音痴だから、そこ。うんうん、その、要するに、アップルウォッチとスマホが連動してるから、うん、何の操作をしたかわかんないんだけど、うん、それでなんか勝手に俺のライフサイクルを12時に寝て7時起きみたいに決めてくるからさ、それをスマホがなんか影響を受けちゃったのかさ、うん、逆にアラームが鳴らなくなってさ、俺 NFL クラブ遅刻してんの俺それで。え？設定しても鳴らないの？なんか設定したか、ずらされるってこと？した後に、その俺のなんかベッドのマークのなんかが、なんか強いのか、なんか、決めんだよと思って、俺が寝る時間を、若林歴、数日のやつがよ、と思って。おー、へー。はあ、あ、そんな感じなんだ。そう、で、あと、うん、もうこれ、だから俺が詳しくなるしかないんだろうけど、うん、なんかその、アップルのファンの方も言うから気悪くしたら、まあ、でもまあ、ごめん、気悪くしたら申し訳ないけどって言おうとしたけど、知ったこっちゃねえな。うん、なんか、音が鳴ることが怖いじゃん、本番中に。で、何したってさ、なるぞ、何したって音が鳴らない保証が分かんないのよ。あれさ、マナーモードみたいなのがないってこと？いや、あるけど、あるけど、機内モードとかあるけど、しても、鳴るとか、うんうん、機内モードにしても、アラームって鳴ったりするじゃん、だって。ああ、確かにね。なんか分かんないじゃん、何で。で、メールとかが、メッセージとかが、ガンガン来るんだけど、うんうん、まだ分かってない状態つけて何日かしか。分かんないじゃん。だってその、うんうんうん、たださ、なんかさ、うん、だから一応、なんか仕事モード、集中モードみたいなのがあんのよ。へぇ、うん。集中モードと、機内モードにすれば、さすがに音鳴るってことねえだろうと、どう、里光、うん。大丈夫だよね。まあ、音鳴らないマークとかもあんのかな。絶対できるだろうね。できないはずはないよね。でさ、で、音は鳴んなかったんだけど、うん、結局、土曜までね、はいはい。でもなんかね、困ったのは、うん、なんか、まあ、振動バイブっていうの。うん、なんか激レアさん撮っててさ、うん、今日さ、なんかさ、突っ込むたんびにさ、ブルブル、
ブルブルって震えるから、いや、なんか、LINE とかつくのやめてほしい設定にしたはずだけどな、LINE とかついてんのかなと思って、突っ込むたびにさ、なんかさ、だから危ねえんじゃねえかとか、ブルブルって震えるのよ、突っ込むたびに。何かと思ったら、なんかそのお知らせのところ見たら、なんか耳の健康を保つために、あるデシベル以上の音が出た場合、耳に悪影響を及ぼしますよっていうサインが来てんのよ。はぁ。耳は守るけど、俺の仕事が守られないわ。突っ込むな目に、ブルブル。ブルブルって震えてね、今日。それはだから、ご主人様が発してるとかもわかんないんだね。わかんない。外からの騒音とかあったら、うん、まあまあ、わからんでもないじゃん。うん、でかいと危ないですよってわかる。その、ね、うん、元が発してるっていうのは気づかないんだ。そうそうそう。で、ああ、違う、元が発してるからいいんだっていうふうに止めないんだね。だからいろんな機能ついてるけど、その、うん、若だから突っ込みは反応しないでほしいよね。まあだからまあそれは調べて、その音が爆音が出なくても振動しないようによく言うよさ、あれがさ、やっぱ危ねえんじゃねえかとか言ったらブルって触れる。なんかそれがなんか電気流れるみたいで一回ぐらいあーって言っちゃったんだけど。周りは何のこっちゃわかんない、ね。わかんないですよ、震える時って、うん。何のあなのかわかんない、ね。なんでメッセージが届くんだよと思って見たら何デシベル以上出てたのでお知らせしましたみたいなのが出てさ。設定しないとね。ツッコミはね、反応するなみたいな。設定しないとね。そう考えると、俺のツッコミはもしかしたら、横に来た、その宣伝のある女優さんや弘中ちゃんの耳に悪影響を及ぼしてるのかな。フロアさんとかに。もう、まあ、あと声出てんなってことだよな。そうだね。影響を悪影響を及ぼすぐらい。うん、不思議なのが、激レアさん以外だったら出なかったんだけどね。デシベル以上。でも多分、受けたボケが強かったんだろうね。なるほど。うん、それで、うん、心拍数もさ、出るからさ、面白くてさ、そればっか今週見ててさ、心拍数が。心拍数がこう測っ、ずっと、まあ、ほぼ常に測られてるものがスマホで見れるんだけど。おー、へー。何時何分。なるへそ。そうそうそう。でさ、なんかさ、ストレスかかると心拍数って上がるじゃん。だから心拍数が上がってんのかなとか思って楽しみに見たら、だから、午前0時の森か。は、今週、ミトちゃんが夏休みで小籔さんに来ていただいたんだけど、午前0時の森、あと、昼なんです。うん。全然心拍数上がってなかった。ああ、そう。もう、70いくつ。もう、めっちゃ平均。でも、はぁーって思ったのは、あれ時間帯を見ると、本番じゃない、本番前と本番後に心拍数が上がってんのよ。へぇー。うん。80後半とか90とかに。へぇー。これなんでだろうと思ったら、うん、本番前と回ってる以外の共演者との会話で俺心拍ストレスなんかかってる。はぁ。なるへそ。そう。で、水曜の昼なんですの直後の2時5分とかに心拍数が上がってたんだけど、うん、そこは、イゲちゃんとエレベーターが二人きりになって、うん、若い子の自撮りの撮り方の話をしてた時間なのよ。緊張してんのよ、俺、イゲちゃんと喋ることに。回ってない時間。本番よりも。回ってる時は70とかなのに。80いくつになったの心拍数。はあ、生放送よりも緊張するんだね、うん、エレベーターの中の方が。そう。で、小籔さんに収録後お礼を言ってる時間帯ぐらいのとこが上がってんのよ。はあ。ああで、ヒルナンデスの本番中も一回だけ1時何分に上がって、あら、上がってんじゃないって思ったら、うんうん、エクササイズしたでしょ今週、ヒルナンデスの中で足上げながらパンチするみたいな。ああ、やったやったやった。うん。うん、運動したから。そう、単純に。うん。体的に上がったのね。そうそう、それでさ、細かく。潜在能力テスト。うん。もう、まあ、本番前と本番後のとこがちょっと上がってんだけど、本番中もね、うん、ポツポツポツと上がってるこう、部分があったの。何の時に上がってんだろう。俺、時間的に予測よ、大体予測なんだけど、俺が心拍数上がってたところ、多分ね、うん、浜口京子さんが喋ってたところなんだよね。喋った時だ。喋ってるっていうか、うん、浜口さん、クイズ正解できますか、うん、って言ったら、うん、私はね、
浅草生まれのね、浅草育ちのね、頑張りますよ。気合だ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 、わっはっはわっはっはわっはっはとか言ってるところにね、もう90ぐらいします。なんでそれはどういう理由なの？みんながナイツから U 字工事から若林どう拾うんだ、グンってくるから。なるほど、うん、そう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 。ああ、その後の処理、うん。その後の処理にドキドキしてるの。うん、浜口さん、深呼吸してください。とか。浜口さん、ゆっくりお休みください。とか言うじゃない、俺が、はいはい。お納めください。とか。はいはいはい、その時の、私はね、今日はね、あれね、浅草出身ですよ、私は。何回言うんだ、それ。私はね、これ持ってきましたよ。太鼓みたいなの出して。みんな行きますよ。面白い。パンなの面白い。心臓バクバクいく。めちゃくちゃ面白いけどな。だから今度スペシャルウィークで呼んで、うん、心拍数をちょっと、うん、お伝えしながら最高値、何で最高値になるか見たいね。浜口さんの何で若林さんが最高値を叩き出すのか。あれ、もう浜口京子とサンシャイン池崎は腕が試されんのよ。あ、なるほど、ね。うん。わかるでしょ、でも、その心拍数上がる感じ。若林さんって思うでしょ、ここは。そうだね。やっぱ最中にやっぱ思うね。うん、最中に。この後どうすんのかなっていうのは。うん。確かに。で、花輪くんと土屋くんが見てんのよ、こっちを。なるほど、ね、私はね、浅草出身ですよ。何なんだよ、それ。三社祭り知ってますか、うん、まあ、三社祭りそれは知ってますけど。うん、三社祭りにもね。うん。子供の時は参加しますよ。うん。それなんでクイズ出たの？私は今日ね、太鼓持ってきましたよ。なんだそれ。いきますよ、皆さん。うん、面白いな。92とかで、ね、心拍数。うん。でも多分その、他の演者も心拍数上がってるじゃん。じゃあ、若林をどうやって処理するんだろうって、もうこっちも。じゃあやめてくれよ、じゃあ。もちろん浜口さんも心拍数上がってるし、全員心拍数上がってる。で、あと、腹立つのが、仙台能力テスト、俺のツッコミ切るしな、それで。もう現場だけの。お納めくださいとのとことか切るからな。次の問題行くからな、それで。まあいいんだけど、うん、で、まあスマホでさ、うん。なんかそうやって見ててさ。うん、いろいろ出るの面白いね、でもね。まあまあまあ、そうなんだ、うんうんうん。で、それでスマホ見てた流れで、うん、もう卓球のね、うん、あの T リーグ。おう。うん。あるね。あるでしょ、うん、で、木下アビエル神奈川っていうチームに、うん、石川佳純選手が、はいはい。まあ、出場してるわけですよ。うんうんうん、でね、うん、石川佳純選手の試合を見るのが、うん、私の夢です。今私の夢は、うん、石川佳純選手と中村慎介選手の試合を見ること。生でってことですか？生で。なんですね、うんうん。で、Tリーグ見てたら、うん、なんか、もう開幕っていうのをしてて、うんうんうん、それでなんかこう見たら、うん、なんかね、どうも、その試合結果のとこ見てたら、うん、石川佳純選手出てるのかなと思って、したら、うんうん、ダブルスを1試合目にやって、うん、シングルスを3試合やって、計4試合でチーム同士で戦ってる感じだったのよ。うん。うんうん、1日でやる試合の数が。1日の試合が。数が。はいはいはい、うん、で、うん、まあ、もちろん鳥でね、石川佳純選手が出てるっていう試合結果を見たわけよ。うん。うんうん、はいはいはい。で、それが、金曜に見に行ったから、うん、木曜日の夜だった。うん。だから明日、仕事前にこれ行けんじゃねえか。うん、石川佳純選手の立川の、あの、アリーナのところだったの。うん。うんうんうん、行けんじゃねえか。と思って、で、チケットバーって見て、うん、たら、あ、席もまだ買えると思って。行ける、行けるよ。で、これもう、なんだろう。もう、いや、自分の休み見に行けるのと石川選手の試合がこう、タイミング合うのがいつになるか分かんないから、うん、もう、めっちゃいい席で見ようと思って、したら最前列のエキサイティングシートっていうのは、もう全部売り切れてた。あら。うん。人気なんだね、やっぱり。でもね、2列目のね、うん、席がね、空いてたのよ。1万円ぐらいだったから。もうそこ、もう行ったろうと思って、うん、もう、うん、石川佳純選手の試合見るためにと思って、うんうんうん、もう買ったわけですよ。おー、いいっすね、うん。でさ、まあ、
カナビで調べてさ、うん、十分さ試合前について練習も多分水晶きっとと思って、卓球選手がそれも見れんのかな、見たいからと思って時間してたら、うん、シルバーウィークって言うんだって今。ああ、連休知ってた、秋の連休シルバー、あーなんか言ってるね、なんかテレビとかでも。で何、うん、23日金曜日かがなんか3連休の頭で、うん、俺ら連なんか祝日とか気にしないじゃん、うん、まあ後から気づくよね、後から気づくじゃん、街の感じ見て。そうね、うん、めちゃめちゃ下りが混んでたのよ、その時間的にお昼に向けてさ、おーマジかーって思うほど渋滞してんの、うん、まあ遊びに行くか、高速乗った瞬間もう十な、なんかマジかーって思うほど下り立ちか、だから昭和記念公園とかそう行くんだな、みんなね、もうずーっとインプラントの広告を見てんのが全然進まないや本当に、はいはい、はい、でかい広告、そう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 、うんうんうん、いやそれでさ、はあ、それでさ、うん、いやいやこれやばいんじゃない、やばいんじゃないとか思いながらさ、間に合わないかもね、でついてさ、うん、でやっとついて、うん、で駐車場探したら、あのララポートの立川がめちゃくちゃ混んでたわ。ああ立川今すごいんだね、駐車場入るために、あだからそのララポートの駐車場入るための渋滞のおかげで周辺全部が真っ赤だったわ、かわりが。うん、まあ休みの日行くよ、ララポートは行くよ、もう立川だけもいろいろあの周辺から集まるでしょ。うん。うん。ララポートは悪くないよ。悪くない。だって、いいとこだから混んでるわけだから、ね。いいとこだから混んでんだよ。うん。あの辺で、俺は知らない。休みのその3連休の初日っていうの知らないから、うん、まさか混んでるわけないから、前日の夜調べた、うん、カーナビの時間で行っちゃうわけ。なるほど。それはまあ、それはもうそうだ。そしたらね、うん、2時試合開始がね、うん、2時、もう着いたら25分になってました。2時25分。うわ。うわっと思うじゃん、うん、でもね安心してください、うん、まだね第2試合だったんですよ。ああ、うん、石川選手まではまだ行ってない、うん、そうそう、うん、それで、うん、俺さあれ卓球ってあれすごいぞ、 T リーグ、ん何が2列目にしたら、うん、もう卓球台の本当になんかもうエキサイティングシートの次だから、おなんだもうもう恥ずかしいぐらい平野美宇選手が近くにいるのよ。あ、もうはっきりわかる。もうそこにいるってこと？あ、もうこっから船崎さんぐらいの距離に、平野美宇さんがいた。卓球台ってやっぱりさ、横あんまりさ、広くないんだよ。後ろ結構長いけど。ああ、横はなんか一人、なんかそうだね。横は審判いてさ、ぐらいじゃん。うん、で、なんかタオル取りに行ったりとか。そう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 。椅子が置いてあったりするイメージだね。そうそう。もうその後ろがもうすぐ、うん、もうし、客席なんだ。客席なの、エキサイティングシートだから。なんかちょっとしたなんか、なんかパーティションとかあるよね。あって壁っていうか、そうそう、膝ぐらいまでの。そう。もう、うん、だから、そう、すぐ。遊びで行く卓球場の隣の卓球の、テーブルぐらいのところなの。近いな。いや、すごいな。近いと思って。いいね、迫力ある、ね。いや、迫力すごかった。球なんかめちゃくちゃ速いんじゃない、もう目で追えないぐらい。めちゃくちゃ速いし、なんか、回転とかがかかってる感じとか。いいね。近ーって思ったね。それで、うん、うわ、この距離で見れるんだ。で、だから、選手のベンチの方が遠いぐらい。逆に後ろに、後ろ後ろだから。はぁ、なるへそ。うん。チームメイトの。でも、スペシャルウィークでも来てくれた、うん、石川選手がジャージ着ても控えてるわけです。なるへそ。ああ。うん。で、平野美。で、MC の方、なんか盛り上げる DJ みたいな、MC みたいなのがいて、第2試合平野美選手みたいなこと言ってて、ああそういう小的な、ダブルスが終わって第2試合でよかったと思ってて、それで第2試合で平野美選手も見応えめちゃめちゃあって、うん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 ね、平野美選手だからね。うん、で、なんか、ここで、なんか、休憩時間に入ります、みたいになったら、うん、もうここまで来たら、石川佳純選手のなんか、推し面タオルっていうの？おぉ。なんか買おうと思って、やっぱ売ってんの、ね、グッズ売り場のとこ出てってさ、うん、だから見たら、なんか石川選手のはなかったから、結局買えなかったんだけどさ、人気で売り切っちゃった。で、で、席戻ったらさ、うん、木下アビエル神奈川のさ、うん、マスコットキャラクターみたいなのがさ、うん、もうさ、一列目と二列目の間をさ、もうめっちゃ歩いてんってさ、で、二列目、一列目は埋まってんだけど、二列目はパラパラだったから、俺は、どこ座ってたかっていうと、うん、多分審判がローテーションしてるんだと思うんだけど、うんうん、
真横に、真左に、うんうん、あの、今休んでる審判がいるんだよ。え？座ってんの？座ってんの。え、客席じゃないの、それ。客席だけど、やっぱ地下だから。ああ、近いとこ、もう、真横にね、ぐらい。うん、なんかローテーションしてんだけど、審判が。審判が横にいんのよ。ぐらいの距離で。近いね。で、木下アビエルの、あの、何ちゃんか知らないけどさ、キングルミが、パラパラとかさ、俺の目の前に来てさ、うん、こう手を振ってさ、なんか、鳥だから、こう、羽ばたいてして、なんか、みんなでこう、手拍子とかを、煽ってるから、俺の帽子かぶってマスクしてるから、なんか、2回ぐらい会釈してさ、アビエルくんか、何さ、何くん。名前も知らない。でももう、大体もう、帽子深くかぶってマスクして下向いてるんだから、足元だけが見えんねん、こう、俺を盛り上げてるさ、一回言ってくれればね。二回ぐらい会釈してた。おお、すごいね。で、うん、さあ、いや、これ、うん、三試合目も見応えあって、うんうんうん、いよいよ最終試合、第四試合目ですよ。そしたらね、うんうん、石川選手じゃない選手が、名前呼ばれて出てきて、ほうあれと思って、うん、最後の試合だよね。最後の試合、うん、最終試合の選手を紹介しますみたいな。うん、うん、あれと思って、うん、スマホを出して、うん、なんか野球とかも、うん、途中中継6回表とか出るじゃん。ああ途中経過ね。うん、あんなあんのかなと思って、T リーグのサイト見て。はいはい、試合中っていうなってたから、そこクリックしたら、うんうん、第一試合のダブルスが、うん、平野美宇、石川佳純ペアなのよ、うん。で、石川佳純選手の試合終わってたのよ。え？で、それ見て俺さ、うん、終わってんじゃねえかって思ったの。あ、もう、それどんなやつ、あれ？ま、え？最終試合だと思ってたんだよね。うん。それなり、見間違いとかどういうことなんですか？最終試合は、うんうん、その前の試合の結果を見て、お最後に石川佳純選手が出てたのよ。はいはいはい、その、席取る前って、昨日の夜。席取る前。どういうもんなのかなって思って調べてた時に。はいはいはい、うん、で、なんかこう、石川佳純選手ってもうキャリア的にもさ、うん、鳥というか、まあ、だからそのそうだね、お笑いライブの感覚が良くないのか。いや、今のオードリーがトップバッターのライブなんて世の中に存在しないじゃん。しないね。おい！鳥よ。いやいや、鳥はナイツだったよ、オールナイトのイベントも。あ、そっか。うん、まあ、トップってことはないっていうことですよね。トップってことはないよ。うん。うん、え？で、うん、いや、終わってんじゃねえかって思ったの。はいはいはい。ペアで、石川佳純選手が。もう出てこないんだ。だから、もう、試合終わって、ジャージ着てる石川佳純選手を、いやー見れるんだ、あのサーブが、って思って、ずーっと見てたわけ、俺は。ほう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 。うん。ええー。でね、家帰ってね、スマホで心拍数見たらね、うん、今週のね、うん、最大心拍数終わってんじゃねえかって思ったのが、109。ああ、そう、やっぱ上がるか。うん。見逃してるわけだからね。そう。オールナイトニッポン。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。いやもう本当にね、あの若林さんも9月の20日ね、うんうん、もう本当にお誕生日おめでとうということでね、うんうん、まあ散々ね今日はちょっと話してますけども、うんうん、もちろんね我が春日家も、うんうん、考えてるわけですよ、プレゼントをね、うんうん、誕生日プレゼント、うんうん、振り返った2019、うん、傘、うん、ね、2020年が、うん、パジャマですよ。うんうん、で昨年2021年が、うん、まあ私がね、まあ、履いてるのと同じサンダルね、うんうん、とあとお花をね、うん、プレゼントさせていただきましたよ、うんうん、で今年はいかなるものぞと、うん、
考えてて、うん、基本的にこの共通して、このあるコンセプトっていうのがね、うん、まあ、毎年言いますけども、うん、やっぱこの自分じゃなかなか買わない、いいもの、うん、人からいただいて、うん、ね、まあ、傘しかり、パジャマも結構いい、なんかシルクのね、いいやつをこの、送らせていただきましたよ。うん、まあ、そういうのを目指してるわけですよ。うん、で、何よりあと、他と被らないっていうね、うん、ここ一番重要。うん、被るのってやっぱり誰もこう幸せにならないからね、被ってるの、うん、もらう方もなんかちょっとさ、リアクションが薄くなるし、あ、うん、げた方もそれなんとなくやっぱ分かるし、あれこれ被っちゃったのかしらみたいな。だから、うん、言いにくいよね、せっかく買ってもらったのに被ったら、うん、いやそれはあるでしょ。あのやっぱ今回もあったもん。やっぱありましたか。うん、ああ、被るものが、うん、まあそれは仕方がないよね。うん、日向坂で会いましょうので、あのスタッフさんが、うん、あのお祝いしてくれていただいた。はいはい、されてましたよ。マッサージガンが里光のマッサージガンと被ってた、ね。やってんだよ。そこはなんか情報さ。そこはなんとかね、日向坂と NFL クラブだったら仕方がない、そのないから、うん、ラインがね、そこの間の。そのは、どっちかがさ。いや、でも、全然、被っていいものだからよかったなと思って。よくないだろ、そのマッサージがね。一台ならいいだろよ。いや、日を腰にこう、革のこう、ホルダーに入れて、うん、持ち歩こう。いや、それこそバックトゥザフューチャー3じゃねえんだからさ。うん、ビフト決闘しないだろ、そのマッサージが。腰痛くなったらすぐ取り出して腰に2丁当てようかなと思って。1丁でいいよ、別に。2丁?2丁あった方がさ、やっぱ、うん。うん、いやいや、そう。いや、1丁でいいけどね、マッサージガンは。あ、ほんと。誰かと決闘するときは2丁絶対必要だけど。でも、2丁、1丁分のマッサージとさ、うん、2丁分のマッサージだったら違わない？まあ、同時にできるっちゃできるけどね。大して変わんないじゃん、時間的にもさ。じゃあ、うん、2丁でも1丁だ、じゃあ。春日が言わせれば。そうだね。それはもうオープニングに戻るから。肉付けして歌ってもらえる？ちょっと。二丁でも一丁、三丁でも二丁、四丁でも三丁、五丁でも四丁。あと、うん、これに関しては、三丁でも二丁以降おかしいとも言ってること。なんでよ、そういう計算じゃん。元のやつでも二丁同時には人間立てられるけど、三丁から、もうその、ずーっと二丁なのよ。四丁でも二丁だし、五丁でも二丁にならなきゃいけない歌なの、うん、この歌は。単純に一減ってるだけじゃないんだね。じゃないの、この、うん、番組本数の歌とは違うから。違うのか。これまあ、こういう流れだったら、うん、その、イベントで歌うことになると思うのよ、歌詞がついて。その時は気をつけてよ。そっか。その、ものによって違うってことね。これ勉強になりましたね。ごめん、うん。ごめんなさい、ね。邪魔してごめん。で、何でしたっけ、うん、ああ、それ、被る。被るっていうのが、うんうん、やっぱり避けたい。うんうん、そうなってくると、やっぱり若林さんといえば、みたいな、イメージで、うん、まあ、上位に来るものは、やっぱ避けていくわけですよ。うん、ということで、NFL グッズだったりだとか。なるほど、なるほど。それも NFL クラブ。あれは嬉しかったな、カーディナルス。うん、NFL グッズに関してだったら、NFL クラブには絶対勝てないじゃん。叶わないよね。ね、アメリカからこうね。取り寄せられるからね。そうそう、とかあって、本当に NFL のことを知ってるから、うん、ね。このグッズがいいんじゃないかみたいな気づかないようなさ。でも、ね、私嬉しい。でもんもう十分、いやいや、気持ちがね、うん、そこまで考えてくれてるってことで、ね、もう十分だから、うん、十分ってことですか。船崎さんジングルならおかしいだろうよ。いやいや、だだだだじゃないんだよ。うん、優秀だなおい。押すスピード早かったな今。うん、で若林さんが G-SHOCK 投げるぐらい。いや、今までだってなんか会話もなけりゃ、うん、誕生日プレゼントを送り合うなんていうのもなかったじゃん。うん。うん、あれ、ね、俺今年送ったの俺、カスガリ。今年行ったNFL のジャンバー。ああ、どこかチームか迷った時に着れるやつね。うん、あれはもう冬になったら着ようと思ったよね。あれ派手だよな。派手、あれ。
いいよ、だから。声かけられるかもな、街で。そんな来てる人一人しかいないんだ。そうか、そうか。まあ、ね、でも、もうなんか、そんな、十分よ、春日家が、そんな思ってくれてるだけで、ありがとうございました。いやいや、出て、じゃまだなのよ。逆に困る、全員困るぞ、今の時点で。次のコーナー行ったら。うん、トヨチに突っ込みたら、余るぞ、時間が、相当。ケツになって。いや、それで、うん。いろいろ考えて、だから、まあ、NFL グッズは被る。まあ、あと、バスケね。うん。うん、バスケットボール関連。バスケットボールはもう大丈夫。もう膝が痛すぎて、もう、もう二度とやらない。でも、それを知らないこの番組の方も言うじゃない。そうなのよ。そうなのよ。おそらくね。そうなのよ。バスケはだから上位に来るから。あと今で言ったらゲームね。うん。やっぱオンラインゲーム。現に若林さんがゲーム関連の、なんかこう、機材というかね、機器をいただいてるのを見てますから。うん、ね。あと、配信者としてもね、ええ、まあ、うん、ちょっと知れてきちゃってるから。配信してらっしゃるんですか？ゲーム配信、うんうん、ゲーム実況、うん、うん。聞いたことないけども。うん、うまあまあ、メガネアットマークツールっていう、ネームで。なるほど。じゃあやっぱりね、コアの人は気づくだろうね。間違えて、コンマアットマークツールっていう、ネーミングで配信してるから。ああ、なるほどね。うん、それは若林さん。コモツルね。コモツル。コモツルさんね。うん。うん。いや、ゲームも。暴言で荒れたりして。うん、見てる人と喧嘩しちゃったりしてね。実況中で。うん。まず、まあ、ゲーム関連のもの。うん、まあ、あと、筋肉マンとかね。うん。うん。それ若林さんが好きなもの、若林さんといえばで上の方に来るやつは避けなければいけないと。うん。まあ、言うのが、まあ、共通認識、私と組。ちょっと筋肉マンの話やめて。なんだよ。の、パチンコですって、もう、うん、名前も聞きたくない。なんで嫌いになってんだよ。でも、筋肉マンの技図鑑はね、いただいたから。はいはい、あ、技図鑑ね。すごい嬉しかった。うん。とか、まあ、フィギュアとかね。うん。まあ、いろいろあるじゃん、筋肉マン関連も。うんうん、だから、それもまあ、なるべく避けていこうじゃないかっていうスローガンのもと、うん、私と久美さんはいろいろこう、諜報活動をね、うん、続けて9月に入って。うんうんうん、で、私はこう、うん、現場で見てるから。スパイファミリーだ。うん二人だけのね。うん。うん。スパイファミリー。まあ、ここもいるから、まあ、うん、スパイファミリーだな。うん。うん、そういった意味じゃ、もう。うん、それで、私はその現場での、うん、情報、データを集める。歌ってもらえる星野源さんのテーマ曲。え、何スパイファミリーの。うん。うん、はいはいはい。若林のプレゼント探そうか、から始まるでしょ。若林のプレゼント探そうか。うん、探そう、探そう。スパイしようぜ。スパイ、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 SPY。SP。知らないなら、そう、知らないって言ってもらわないと。いや、チャレンジはしたいのよ。うん、もしかしたら、当たるかもしれないからね。目つぶって。漫画派だから、そうか、漫画派だからね。まあ、漫画だからね。うん、それはいいのよ。それで、いろいろ私は現場で、うん、うん、ああ、確かに、うん、ゲーム機器ね、もらってるな。うんとか、うん、なんかこのね、NFL グッズもらってるな、うん、とか。見てたわけね。そうそう。で、本当に何度も言うけど、そのオドぜひのね、うん、その G-SHOCK は、うん、その手があったかと思ったら、隣で見て。なるほど、わかる。うわ、そうだな。めっちゃ嬉しかった。めっちゃ嬉しくて、うん、俺、本当さっきはああやって冗談にしたけど、うんうんうん、あの後 G-SHOCK 専門店行ったもん、なんか、いろいろ思い出したくなって。うん、へぇみんなどんなしてたっけな、とか。あ、そう。なんか、買わなかったけど、うん、それだけでなんかこう、いろんな思い出。なるへそ。うん。なんか見たことあるモデルがあったりとか。いや、そう、してたわ、ね。ああ、これ高校生の時、誰々がしてたわ、とか思いながら。うん。しかもそう、初代っていうのがね、四角いっていうのが、いや、これは、うんうん。すごい。だから本当に、なんか、まあ、撮ってないけど、うん、多分 V はね、うん、収録の後、うん、ね、終わってからだから、若林さんとね、ほんと唇噛んでるぐらいの私ね。くぅーって、うおー、うん、知ってた俺が初代してたの。知ってたけど、その時思い出したのよ。ああ、なるほど。なんで、知って、なんで、たまたまなのか、たまたまなんだろうな。知って買ってんのかなと思って、だからほんと聞きた、聞こうと。初代してる顔なんじゃない？なのかな、伝わるものがあんのかな、うんうん、うわ、そういう確かにしてたわ、うん、初代。うわ、これはもうこれだったなっていう。確かに。これはもう正解だわ。もう正解出されちゃったっていう。めちゃくちゃ嬉しかった。感じでこう見てたのよ。うん。
ね、うん、で、まあさ、まあでもそれでも探さない我々は、うん、あの与えなければいけないって使命があるから、誕生日にね、うん、若林さんに与える、うん、で私は現場で、うん、久美さんはやっぱ SNS およびあのメディアを、うん、まあ、チェックする係、うんうんうん、はいはいはい、で自然とね、うん、そう分かれてて、うん、でいろんな番組の発言だとか、うん、まあ、ラジオもそうだし、はいはいはい、SNS インスタグラムなんかをこうチェックしてて、はいはいはい、でもう日にちがね、うん、迫ってきた、もう先週ぐらいだったかな、うん、どうですかと久美さんに、うんうん、何か思い浮かびましたかつって、うん、まあ、ちなみに春日は、うん、なんかの番組で見た、うん、あのギフトカードあの物事をなんかいろいろやるみたいなあるじゃない、カタログ、うん、遊び場に行けるやつだ、そうそう、なんか、うん、あの陶芸できたりだとか、うん、なんか川下りできたりとか、うん、なんかこのねやること、うん、なんかその鍋とかね、うん、包丁となんかこういろいろさ、うん、肉とかもらえるんじゃなくて、うんうんうん、いろんなことや、うん、やれることをプレイなんかカタログみたいなやつが今んとこ一番の候補なんだよね、うん、なるほどね、言ったら、うん、でもそれはでもなんか若林さんじゃなくてもよくないって、そんなか、うん、誰でも若林さんといえばじゃないから、うん、ちょっと私は乗れないみたいな、うん、なるほどなるほど、その案になっつって、うん、いや、じゃあじゃあそっちのね、うん、活動でなんか、うん、浮かんできたか、うんうんうん、ありますかと、うん、って言ったら、いやちょっとないんだと、うん、もう迫ってる、ミス迫ってるねっつって、うん、いやないのの、あるでしょっつって言った、うん、いやちょっと本当にいろんなね、うん、番組見てるし、うん、でも一番はそのやっぱりね、うん、SNS インスタグラムなんだと、うんうん、でもインスタグラムが全然、うん、そのプライベートのことが、うん、最近ねその若さまが、うん、載せないのよ、つって。番組の告知でね、うん、が多くて。一番最新のそのプライベートが、うん、この間ラジオで話してた、うん、川沿いで弁当食うっていうね、うんうんうん。その弁当の写真が8月十何日。そうそうそう。もう飽きてるからね。めんどくせえなと思ってるから、ね。やはりそうなのか。だからそれ唯一の生命線だったわけですよ、うん、ね、そこが、うん、だけども8月以降新しい情報が来てないと、申し訳ない、うん、うわこれはこれもう何日もないぞと、うん、じゃあもうとにかく、まあ、そのカタログを第一候補にして、うん、ギリギリまで考えましょうやっつって、うん、なんか申し訳ないな、なんか考えさせて、現金でいいんだけどね、うん、そんだけ、うん、それおかしいじゃない、うん、考えさせてしまってるって申し訳ないな、はい、うん、3万円とかおかしいですね、それはね、いや3万は少ないかないやいやいや、いくらぐらいがいいの、そっけ、仮に現金だとしたらさ、うん、10で、10って誕生日に10って相当なことがないと、祝い事がないと、銃なんかなかなか出さんぞ、人に。うん。うん、で、まあまあ、それをね、うん、一応そのカタログを、うん、まあまあ、とりあえず持ちつつ、うん、まだちょっと続けましょう、なんつって。はい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 、うん、探りましょう、なんつって言って、やってたのよ。はいはいはい、したら、何日か経って、久美さんが見つけたと。うん、これは、もうこう、いいんじゃないか、って言って、うんうん、いや、なんなのよ。って聞いたら、うん、いや、ヒルナンデス見ててね、うん、これは若様、うん、本当に欲しそうにしてた。うん、え？なんかって言うのよ。うん、え、何？一緒にいたよっつって、私、その現場にね、もちろん。え？いたけど、何？いや、これはね、うん、こう言ってるけど、本当顔が、うん、もう欲しがってたみたいな。え？本当に。で、それをね、購入して。ヒルナンデス？うん、うん、もう今日持ってきたのよ。なんだろう、うん、これね、ヒルナンデス、ね、ロケ行った場所、うん、うん、こちら、うん、ご誕生日祝いつって、何何、なんか長細い箱みたいなの出てきたけど、うん、これご誕生日祝いつってさ、のしもつけてくれて、うん、のしつけてね、うん、うん、こちらこちら、うん、何これ、これだ、これだと、うん、最新の、うん、なんかちょっとは箱っていうか包み紙からは何かわかんないけど、うんうんうん、ちょっとね、ちょっとのしをとく、これそうなんですよね、ええ、え、こちらだろうか、荒いな、
放送の撮り方が、ね、また段ボールのなんかすげえ放送の撮り方が荒いな。長細い段ボールの箱が出てきましたけどね、これは何だろう、何だろう、これなんじゃないかっつってね、何だ、あ、包丁、そうよ、ああパン、そうパンを切る包丁、まあ同じやつではないんだけどね、キランデスで紹介した、包丁ね、なんかどれが一番このお値段がいいかみたいなやつを我々が当てるなんつって言ってさ、いろいろ3本出てきて、なんかこう力入れないで切れるやつとか、子供用のね安全なやつとかいう中にパン切り包丁があったじゃないですか。あったで一本一本こう試してね、俺が切るんだよね。そう、若林さんが試しにこう切って、その感覚を我々に伝えるみたいなやつやってた時に、パン切り包丁のリアクションが久美さん曰く、すごく本当に、まあ、全部の包丁ね、もちろんいいものだっただろうし、これいいっすね。まあテレビでね、紹介されるもの。これ欲しいなとは言ってたんだけど、パン切り包丁の時の若林さんの感じが、本当にプライベートでも、家でも使いたい。パン切り包丁がなくて、家にね、っていうやつだったって、私は分かった。はい言ってたの、久美さんが、うん。じゃあ、それで一発行こうや、って言って、まあ、注文してね。なるほど。で、まあ、その、お値段は言えないけど、結構パン切り包丁も調べたら、ピン切りというか。いや、だと思う。いろいろあって、結構いいお値段すると思うよ。いいやつ包丁をね。それもまあ、久美さんが選んだんだけども、いいやつ包丁にした、なんつって言って。これ、相当いいやつなんじゃない？まあいいやつなんじゃない？それにしたわけですよ。全然違うからね。包丁の切れ味って。そうね。やっぱり。ただ切れるんじゃなくて、やっぱりそのね、味とかも変わってくるからね。で、これあれなんじゃない？日本のものづくりのなんかこう、選ばれたようなところのやつなんじゃない？なんか包み紙からして。かもわからんね。手作りとかそういうやつなのかもわからんですけどね。いや、ほんとね。ありがとう。もうそう言っていただければね。もう我々はそう報われたと思うから別にね。我々としてもありがたいなと思うけども。はい、で、それが、その包丁が昨日届いたんですよ。で、ああ、よかった、間に合ったわ、と思って。ラジオにね。ラジオに間に合った、と思って、久美さんに、いや、これでもう、じゃあもうよかったね、つって。包丁も、じゃあこれ明日、渡しますから、私は、つって言ったら、いや、と。まだ足らないでしょっていうわけ、久美さんが。どういうこと？どういうこと？いや、もう同じよ。どういうことよつって。いや、届いたよ、今日。明日ラジオに間に合うじゃない。俺明日ね、もう持っていくよ、つってた。いや、包丁は届いたけども、その、包丁を使うもの、対象のものがないじゃない。って言うのよ。それどういうことよつったら。いや、パンなきゃダメでしょ、つって。ね、パンだけダメということですね。パンも一緒に、こう渡して、でも家でそのパンを切って、ご家族で食べていただくと。ね、それが一番ベスト。で、何より、午前0時で、若林さんは、トーストがね、久美さん曰くよ。トーストが4枚切りとか6枚切りとかの話を三浦くんとしてた時に、自分の家のこのトーストの、その厚み、何枚切りとかなんかよく分かってなかったご様子。分かってなかった。なお、ね。うん。その、妻さんが、その、買ってきたやつをそのまま食べて、あ、そんな何枚切りとかあるの？みたいなことを言っていたと。一人暮らしで変わんないじゃん、あのパン。今までは。まあまあね。そういうのあるけど、だったらこう自分で好きな厚さで、やっぱこの包丁で切ってもらって、試してもらいたいじゃないってこう言うのよ。久美さんがね、その食パン。ワン、一金、だから一本の買って。おぉ、なるへそ、つって。そうなってくると、ま、カスガが、私ね。お前だろ、カスガ。買ってるな、そんなこと。その前には全員カスガだから。正直、カスガ、クミさんもカスガ。結婚してそういうことね。そう、カスガ。カスガ本体が、が、もう、ね、朝買いに行くことに、そう、なるわけですよ。
なるほど。自然的に。いや、これで十分だけどね。思って私だって思って十分でしょ。うん、いやはや。うん。うん。パンがあった方が、すぐやっぱりね、うん。家で包丁試せるし、なんなら、うん。なかったら買いに行かなきゃいけないからね。うん。うん、一緒に送るっていうのがいいんだよ。うん、っていうか、そういうもんかね、つって言って、うん、まあ今日の朝ですよ。朝。食パンさ、うん、自転車で、別になんかね、うん、大変だったっていう覚えはないけども、うん、買いに行ってさ、うん、おいで、雨降ってたじゃないですか。うんうんうん、だからさ、雨の隙間を縫ってさ、今を、やんだと思って、買いに行ってさ、うん、で、食パンよ、うん。で、カゴにね、乗っけて、うん、帰ってきてたのよ。うん、したら途中で、とんでもない雨降ってきて。雨今日すごかったよ。わかんないじゃん、降ったりやんだりで、朝。ね、最近の雨、ね。すんごい降ってきてた。一応、カッパ持ってたからさ、うん、カッパ着てさ、うん、もう走ってたんだけど、パンがね、うん、濡れたらやばいじゃん。うん、台無しじゃないですか。うん、でも、このまま、多分、家着くまでにやみそうにないし、うん、生足。パンも濡れ、ぐっちゃぐちゃになんなと思ったからさ、うん、仕方ないから、てめえが着てるカッパ脱いでさ、うん、あの、荷台にこうかけてさ、うん、パンを守りながらさ、うん、帰ってさ、うん、びっしょ濡れになったんですよ。自分はね、自分を犠牲にしてまでも。そうよ。うで、家帰ったらさ、うん、まあパンね、パン買ってきたよつって言ったら、うん、びっしょびしょだからさ、うん、何してんのよってやっぱね。言われるよね。そう。怒る。うん、そこはでもでミスチルのステイで返したんだ。はい、自分を犠牲にしてもっていうところだ。守りたいものがあって、ちょっといい？肉付けしてもらっていいか。自分を犠牲にしても、守りたいものがあるんだ、そう。パーン、パンパンパーン、食パーン、ウォーウォーウォー。いや、だから、ステーキ知らないなら知らないでいいのよ。いや、でもチャレンジはしたいじゃん。もしかしたら。当たるかもしれないから。守りたいパンがあるとしてぐらいでよかったもん。そうか。うん。いや、それでね。うん。なんなん、なんでびしょびしょないの？ちょっと怒られかけたんだけど、うん、いやいや、パンを守ったのよ。カッパ脱いでさ、パン守ってんだったら、うん、えらい褒められてさ。あ、えらいって言われて。えらいって言われて。うん、よかった、ね。っていうね。ありがたい。うん、パンを買いに、一つ株が上がったから。はいはいはい、はい。うん、パンを買いに行ってよかったなって思って、そのパンもね。うん。うん、じゃあ、それ、もう、それ、持ってきて。褒められて、チャウチュール渡されて。自分で動画撮られてさ、うん、東京都春日さんで下にさ、うんうん、春日ちゃんが、うん、これをね、うん、これ買ってきたから、あれこれあそこのパンじゃない、うん、これいい食パンをね、あ、うん、いい食パン、中で見たことあるぞこれ、うん、うん、これいい、うまい、うまい食パンをさ、あそこのやつね、うん、その辺の食パンでいいだろって言ったんだけどさ、うんうんうん、できればね、これは、うん、いい食パンが楽しみだな、いいだろっつって、うわー、楽しみだね。うん。うん。そうね。これは早く食べたいね。うん。それをだから。うん。うん。今年はね。あとね、なんかこうパン切るのもそうだけどね、うん、ちょうど探してた、このぐらいの長さのもの。長さのもの？うん。どういうことですか？いや、なんかほら、それぞれ MC によって持つものってあるじゃん。うん、あれなんか自分でオリジナルの欲しいなと思ってたから、ちょっと。おかしいだろ、パン切れ包丁持ってたら。なあ。バンキルボーチェと刺すってこと、はい、じゃあ次サーベみたいな、うん、そしたらなんか、うん、間口京子に強く言ってみたら一回黙ってくださいっつって、オードリーのオールナイトニッポン、オールナイトニッポン、プレゼンオードリーのオールナイトニッポン、続いてはこちらのコーナー、
冷凍食品をレンジでチンするくらいの時間お付き合いいただくコーナーです。今週もクイズ東洋一のツッコミ春日やっていきます。リスナーはお題となるツッコミフレーズを引き出すボケを送ってもらい、春日はそれをツッコミながら当てていただきます。それではいきます。ラジオネーム切り干しライオン、いけいけ春日、10回滑ったくらいで逃げてんじゃねえや、男気見せろ男気、もう一回ギャグやってやるガスが、トゥース出せトゥースよ。なんでそんな格闘技のなんかヤジみたいに言われなきゃいけないんだよ。いきなりいいですね。ラジオネーム四季折々日々こりごれ、おいガスが、てめえだよガスが、おいおい何無視してんだよ、こっち向けガス、おいなんだおい、おいガス、俺と勝負しようやなあ、俺と一戦やろうやん。なんだお前ビビってんのかお前、俺に負けると思ってビビってんのか、ビビってないなら早くやろうや、じゃあお前なんか一発で KO してやるわ、ガスガおい。いやなんだよその春日はなんかそのなんか調印式に出てんのか、いや格闘技のすっごく今日当たるなこれ多分。ラジオネーム持ち歩け、おいガスガ俺マジで思うんだよね、春日のトゥースより俺のトゥースの方が強えって。だって春日40超えてんでしょ、これ勝てるわ。今度春日のジム行くからな、お前覚悟しとけよ春日これら、お前なんだ春日はあれなんだっけな、うん、春日はブレイクダウン出てんのかブレイクダウンだっけ、ものすごいいい線いってる、ずっと今日いい線いってる、ブレイキングダウン、ブレイキングダウンか、うんうん、ラジオネームミスターチル、あれとしゃきくん、なんか思ってたより全然小さいねなんかオーラないし普通に勝てそうだわなんだ春日は、春日と朝倉未来選手間違えてんじゃないか、ああいいよ、なんかもう一歩ずつ近づいてる。ラジオネームレッドバティスタ、すいませんでした、ん春日さんのことを50歳くらいだと思って舐めてましたマジでトゥース早すぎて見えなかったっす、親父狩りするとか言ってすいませんでしたなんか誰だ、誰とか誰かと間違えてんだよな誰だっけな、それ言われてたのな誰だ、誰だっけな、うん、誰と間違えてたんだ誰かと間違えてんだろういやすっごい今日いい線ずつもう、うん、ラジオネームブーメランチャンネル、春日さん大変です、軽ダッシュステージの事務所の前に柄の悪い不良たちが集まって春日と戦わせろって叫んでるそうですいや春日と竹原慎二さんをこう間違えてるだろう、もうほぼ正解だけどまだ正解にしないもう違うんだな、ほぼ正解、違うんだ、最後だよ、ラジオネーム私の傘だけありません、おいこの中で一番強いやつやらせろよ、ビビってんじゃねえか、おい竹原とやらせろよえ、竹原チャンネルと間違えてんのかいいでしょうとは言ったけど正解にしない、いやピンポンで鳴ったじゃんかもう上が、正解は上がピンポンって言って、竹原慎二の YouTube に出てくる喧嘩自慢かってございます。いやそれは断じゃんってそこまでは無理だって、うん、一言一句は最初から良かったね今日でも、もう正解だよほぼ正解、はいはい、はい、いいでしょうとは言ったものの正解にしない、いやいやいや正解でいいじゃん、いいじゃないよ、この中から、一番良かったボケを春日さんに選んでもらいますあーそうだな、うん面白かったな、なんかなんか面白かったな、なんか面白かったな、なんか面白かったなやっぱ吠える犬って酔えんだな、やっぱり読んでて思ったよそうだね、じゃあこれにしようかな、うん、春日のトゥースより俺のトゥースの方が強えって、うん、持ち歩き、
おめでとうございます。9月のプレゼントです。極太つけ麺、若鶏タレ漬け唐揚げ、具材たっぷり五目チャーハン、お弁当にグーチーズカレー春巻き、以上の4種類が入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発想をもって発表に変えさせていただきます。さてクイズ豊一のツッコミ春日、次回のお題を発表します。ヒロシに春日の耳をヘッドホンで塞いでもらっています。募集するツッコミフレーズはこちらです。K' ダッシュに養成所はねえわでございます。これなんかすぐ当たりそうだよね。うん、ということで、詳細は公式ツイッターやホームページでもご確認ください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 日例の冷凍食品をお送りするので、住所、名、年齢、電話番号忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン、ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい、ニチレイ以上各社の協賛で、東京中大区有楽町の日本放送キールステーションに全国30局のお送り。この後3時からは、カノー姉妹のオールナイトニッポンゼロ、スポティファイ、ポッドキャスト、ファビラスワールドスペシャルがあるそうです。うん、アンガールズの田中さんは、大絶賛のカノー姉妹のラジオ。今一番面白いラジオって言ってた田中さん。あ、そうでございますか。お、楽しみ。まぁ、ちょっと僕は、T リーグ、うん、卓球、石川選手の試合は見れなかったけど、うん、すごい迫力で面白かったっすね。卓球って面白いスポーツっすね。なんで急に後輩になるのよ。卓球ってさ、でも遊びに行ってもさ、うん、絶対10対10とかにならない。あれなんか何が作用するの か多くない、そうなること。確かに、うん、一方的にはよっぽど差がないとね。よっぽど差がないと経験者、まあまあまあ、そうかそうか、やると差があれば同じぐらいだと。そうだね、すっごいメンタル、メンタルだね。めっちゃ近いな、一番近いスポーツだなあれ。客席と、まあ、相撲の砂かぶり席とかも近いと思うけど、まあ近くて、いやちょっともうちょい後ろにしようこれかなって思ったぐらい、大迫力。いや、まあ、まあ一番前とかもそうかな。面白そうだな。いや、あの試合終わった後にファンサービスがすごくて、うん、ホームチームはサインボールを各選手がさ、はいはいはい、あの4つずつぐらいさ、もう客席にポーンって打ってくれるのよ。あ、はいはいはい、でもさ、もうそこだけは石川佳純選手の欲しいけどさ、一、うん、人で来てさ、帽子かぶってさ、うん、なんか手とか、みんな立って手とか振ってんだけど、無理じゃんそれは。だからなんか変なやつだよな、その時一人で座ってちょっとなんかじとーっと見てるって。まあそうだね、でも難しいよね、バーっていくのも変だろうし。でやっぱ2階席とかもあるから、うん、結構こうパッと4つぐらい持ってて、握ってポンと上げて打って、なるほど、ポンと打ってる石川佳純選手を見てて、うん、なんか見たことあんなこの光景と思ったら、あのスペシャルウィークで来た時のヒロシのコーナーで春日に向かって打ってる時と同じ強さぐらいで、なるほど、遠くに打つから、あー、分かりやすいね、想像しやすいわ。今ので一気にこう浮かんだわ。俺あれめっちゃ至近距離で見たけどね、ちょっと優越感あったけど。まあそうだね、うんうん、でその選手たちがこう、コートの後ろ、うん、戦う選手の真後ろで両チームの選手が控えてんだけど、うんうん、もしかしたらしれーっと入ってもよかったかもね、ラジオで共演してるし。ダメでしょうよ、それこそそんなの羽がいじめよ、そんなの。せっかく1万円のさ席取ってる、羽がいじめで、やめろやめろ、俺お前一番先にお前取ってた見た、やめろ、なんか酔っ払ってんだよ。羽がいじめで連れ出されるだけだよ、そんなの。実は俺あとさ、卓球
球の試合をテレビで見ててずっと知りたかったことがあるんだけど、サーブを打つ選手にボールがさポーンって飛んでくるじゃん。あれがさ必ずさその選手の正面に飛んでくなって思ってたの、うん、どうなったかこうポンポンって出てくる機械みたいのがあって、どうなってんのかなと思ったけど、いろんな試合見てもそこ映ってないか、あれ審判が投げてんのね。あそう、コントロールがいいんだ。コントロールが良くない。俺あれコントロールいいな、人が投げてんのかな機械かなってずっと思ってたのよ。機械だと思うぐらいコントロールいいんだ、ね、いいからずっとオリンピックとか見てたら人が投げてんだとか、そういうのも見れてさあ行かないと分かんないね現場にね、行かないと分かんないですよ。いいですね。そう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 、そ、ね、またなんかどっかで空いてる時間と試合が時間があったら、チャレンジしたいなと、ね、ちゃんと試合順見ていかなきゃダメだね。試合順が発表されてんのかそれか分かんないんだけど、でも確かに心拍数がねまた上がりすぎてそこ気をつけなきゃいけない。ミッフィーちゃん、この後また夢でお会いしましょう。アディオス。